SENRAN KAGURA ESTIVAL VS 少女たちの選択。お待ちしております。記録をしましょう。ゆっくり選んで、これにいたしましょう。各種音量や操作方法を変更できます。私はいつまでもお待ちしております。これにいたしましょう。忍びの定めは死の定め。影に生まれて影に散る。忍びの定めは死の定め。歴史に最悪あり、それは人知の及ばぬ現世の断り。人の歴史に最悪あり。この世界は大規模な天変地異によって幾度も壊滅的な危機に見舞われてきた。しかしそれは天災ではなく邪悪な破壊の意志によるものだった。この大いなる災厄に全てをかけて抗うこと、それこそが現代に生きる忍びたちの究極の任務なのだ。この任務に挑む忍びのほとんどが命を落とす。だが
そこに悲しみの涙が入る余地はない。そもそも忍びにとって無事に帰れる任務の方が稀なのである。だから忍びの命は儚い。それは虫けらのような路上の屍。だから忍びの命は報われない。それは誰も知らない名もなき花。現世に漂う忍びの魂は何を思う？志半ばの無念か、残した者への未練か、それとも「これより始まる物語は忍びの魂を鎮める祭り、鎮魂の宴の記録である」。聖火の宴の果てに裏若き忍び学生たちは何を見るのか、何を感じ取り何に涙するのか、それはまだ誰にもわからない。夏来たりて宴咲き染める。その宴楽しからずや。何よこの声。みょうびちゃん、こっちこっち、こっち見て。こっちこっちじゃない。あんたなんて格好してんのよ。ったく、で何が見えるのよ。忍び結界を張って何をやってるのかしら。あの日の中に飛び込んだら絶対熱いよね。リョーナちゃん絶対気持ちいいよね。だからバカ。願わくば別の場所、別の時代、別の時間において幸せな人生を。みおびちゃん、あれ、お姉ちゃん。
病気よ。お姉ちゃんに触らないで。おお、お前たち。見えるでしょ。きっとあそこよ。本当だ。あそこにさっきの光る棺桶があるんだね。でもどうして姉さんが。絶対生き返ったんだよ。もう細かいことはいいから早く会いに行こう。なんでもないわ。これで終わりにしてあげるわ。
忍びたちだったけど、どうして襲いかかってきたんだろうね。まあいいや、今は絶対それどころじゃないもんね。前に緊張しているんだね。だね。せーの。こちょ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 。ああ、ちょっとやめなさい。くすぐったぐらいで解決する問題じゃないんだから。だったらどんな問題なの？
それは、その、心の準備を。心の準備？ああ、そういうことか。胸にパッドを入れているのを良きお姉ちゃんに見抜かれるのが心配なんだね。はあ、そんなわけあるか。つまんないこと言ってるとぶっ殺すわよ、この豚クズカス。ああ、いい感じ。もっと怒って怒って。ったく、そういう変態チックなところ姉さんには見せないでよね。絶対にいい顔しないから。そんなことないもん。良きお姉ちゃんはレオナちゃんのこと大好きだもん。レオナちゃんのこと好きだって何度も言ってくれたもん。あんたがそんな調子だと姉さんだって梅酒みたいに顔をくしゃくしゃにしてドン引きするわ。おいおい、それを言うなら梅酒じゃなくて梅干しだっての。料理ちゃん、その一人ツッコミ一人ボケはやめた方がいいよ。特に良きお姉ちゃんの前では。うるさいうるさい、とっとと姉さんを探しに行くわよ。はーい、良きお姉ちゃん、絶対会いに行くからね。どんな顔で会えばいいのよ。料理ちゃん、リョーナちゃん、お久しぶり。それは永遠に忘れない。お姉ちゃん、生き返っちゃいました。永遠に忘れることができない奇跡のような8日間、始まりでした。どこかの遠くにあるという天国みたいな島でも足りない、真夏の太陽、輝く青い空、澄み渡る青い海、ヤシの木も優しく揺れる場所、探し出して、
さあ皆さん、今日も修行を始めましょう。立派な善人になることが私たちの目標ですからね。ちょっとミノリチ、私が大切に取っていたプリン勝手に食べたでしょ。食べてないもん。ミノリ、甘くて柔らかくて美味しかったプリンなんて食べてないもん。嘘だ、今美味しかったって言ったじゃん。少し静かにしてくれ。うるさくて漫画を描くことに集中できない。即売会の締め切りが迫っているのだ。うわーと魔王は雄たけびをあげた。うわー。ミノラッチ、セリフを言いながらじゃないと書けないの？登場人物たちの感情を肌で感じたいのだ。うわー。あの、皆さん、私の声は聞こえていますか？ミノリも一緒に叫びたい。ボー、みんないい加減にしなさい。ユミが困ってます。今すぐ静かにしないとわしも怒りますよ。あ、っていうか夜桜ちんもすでに怒ってるし、ほらみんな静かにしよう。ありがとうございます、夜桜さん。これでようやく修行を始めることができます。本来なら私がみんなを叱らなければいけないのに、いつも嫌な役目を夜桜さんにさせてしまって。そんなことは気にしなくていいです。リーダーの力になることがわしの役目ですから、ユミはユミにしかできないことをやってください。ありがとうございます、夜桜さん。本当にいつもいつも感謝しています。私、夜桜さんに感謝しすぎてしまったのでしょうか？どういう意味ですか？夜桜さんから五光が指しています。五光？わしの背中から光が出ているとでも？そんなわけはありませんよ。どーい、よ、夜桜ちん、マジで五光指してるんだけど。夜桜ちんの後ろがピッカピカに光ってる。大スクープ、ブログに投稿しなくちゃ。なんてと？ありがたや、ありがたや。わしを拝むのはやめてください。みのり、わかったよ。夜桜ちゃんの後ろでなんか光ってるんだよ。この光は一体？なんかやばくない？この光超でっかくなってるし。気をつけて。沈みましょう。
打たせてそこですか。せっ、眠れ。はい、はっ、せっ、眠りなさい。はい、せっ、はっ、そこですか。ふっ、せっ、打たせていただきます。100連戦突破。そこですか。しっ、しっ、眠りなさい。ふっ、ふっ、はい、せっ、そこですか。せっ、ふっ、はい、ふっ、いてつけ。は、はい、は、はい、そこです。力が、はー、忍び、天使、許しません。はい、せん、そこです。許しません。許しません。はい、はい、くらいです。許しません。100連戦突破。許しません。はい、はい、せん、はっ、お別れですね。お別れですね。そこです。はい、はい、しゃ、せん、はっ、はっ、しゃ、これが私の正義。クロス！
なんとか撃退できたみたいですね。ですがユミ、この者たちは。はい、以前スパリゾートで襲ってきた者たちと同じ気を感じました。あの時はこの者たちがいきなり私たちの目の前に現れましたけど、今度は私たちの方がこの場所へと引き入れられたように感します。あの者たちは何者なんでしょうか。悪人とも妖魔とも違う気がしますし、見当もつきません。そしてこの場所は一体。我は砂浜に穴を掘って埋まりたい。皆さん、もう少し緊張感を持ってくれると助かります。至極に存じます。この程度ではまだ絶対正義を実現できません。ダメだ、見つからない。リョウビとリョウナはどこへ行ったというのだ。こっちもダメだったよ。どこを探しても見当たらない。修行中に黙っていなくなるとは普通では考えられないな。まさか悪い人に誘拐されちゃったとか。やっぱり外は怖い。私自分の部屋に戻ります。引きこもることにします。ダメだ紫、そう簡単に引きこもり生活には戻らせないぞ。でも
重要なレイド戦は今日までだし、仲間が私の帰りを待ってるから。ゲームの中の仲間より現実の仲間を心配しろ。わかった。そうだね、お姉ちゃん、私もう少し頑張ってみる。偉いぞ紫、それでこそ僕の妹だ。ではもう少し探してみるか。何事もなければいいんだが。まったく、これで実は遊んでましたなんてオチだったら絶対に許さないからな。イム？お姉ちゃん？なんで二人とも引きつった顔をしてるのさ。お前おでこが広がってるのか。え、みやび、何を言ってるんだよ。広がってるんじゃない、すごく光ってるの、ピカピカと。おでこが光ってるって、そんなバカなことがあるか。いや、間違いなく光っている、ピカピカと。大丈夫だよお姉ちゃん、おでこが光っててもお姉ちゃんは私の大切なお姉ちゃん。ああ、私も同じだ。おでこが光っていてもイムはいつまでも大切な仲間だ。だから光ってるわけ。あ？なんか僕の頭の上で光ってるぞ。本当だ、その光が反射してお姉ちゃんのおでこが光ってたんだね。ほら見たことか、だいたいおでこがピカピカ光るわけないだろ。待て、今おでこの話をしてる場合じゃないと。光が大きい。大丈夫だよ。それよりもここは夏の砂浜。どういうことだ。海は、太陽は苦手。暗く締め切った部屋に帰りたい。イム、紫、さっきだ。本当だ、誰かがこっちに来る。ふんふん、とても嫌な匂い。状況がまだ飲み込めないが、殺気を持った相手にはそれなりの対応をしなくてはな。了解だよミヤリ、久しぶりに人暴れていこうか。100連戦突破。
手応えのない連中だったな。ミヤビ、こいつらってこの間のスパリゾートで襲ってきた奴らと同じだよね。ああ、そうだな。見たことのない忍びだが、よっぽど私たちに用があるらしいな。まさか料理と寮なの？可能性はあるな。くん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 、待って、お姉ちゃん、あっちの方から二人の匂いがする。料理と寮なの匂いか。二人もここに来ているんだな。うん、この匂い間違いないと思う。紫、案内を頼む。急ぐぞ。あれ、料理さんとリョーナさんとそっくりの匂いがもう一つ。この匂いは誰？
待つといったところか。こんなに頼んでるんだから少しくらいいいだろう。ああそうか、頼み方の問題なんだな。では改めて、うん、お願いです。おっぱいを揉ませていただけるでしょうか。ダメダメって、今の頼み方でもダメなのか。頼み方の問題じゃなくて、嫌なものは嫌なの。そんなにおっぱいを触りたいなら自分のを触ってればいいじゃない。見損なうな、アスカ。あたいが自分のおっぱいで満足するような女だと思うのか。今日はまた一段とカツラギが暴走しているようだな。近づいちゃダメだぞ、ヒバリ。気をつけるね、野球ちゃん。クソ、どうして誰も触らせてくれないんだ。減るもんじゃないのにさ。カツラギさん、いい加減にしてください。アスカさんが困っているじゃありませんか。だったらコツネ、ヒバリの肩なら揉んでいいよ。はあ、肩なんて揉んでも何一つ面白くありませんから。ヒバリ、肩が凝っているならなぜ俺に頼まない。いくらでも揉むぞ。肩だけじゃなく腰もお尻もな。野球ちゃん、鼻息が荒いんだけど。ん、あたいの願いが聞き入れられたぞ。ありがとう、おっぱいの神様よ。カツネ、何言ってるの。アスカ、見てみろ、お前の後ろの光を。え、何ですかこの光は。いつの間にこんなものが。この光はおっぱいの国に通じる扉に違いない。あたいの願いを聞き入れてくれたおっぱいの神様がこの光を出現させたんだ。そんなわけありません。カツラギさん、気をしっかり持ってください。カツネ、危ないからその光に近寄っちゃダメ。大きくなってきてる。さあ行くぜみんな、あの扉の向こうでおっぱいが待ってるんだ。ヒャッホー。無事みたいです。でもここは一体どこかのビーチみたいだけど。季節も夏になっているぞ。明らかにおかしい。いや、おかしくない。夏といえば水着、水着といえばおっぱい。あたいが言った通り、ここはおっぱいの国に違いない。待ってみんな、それどころじゃないよ。あっちから殺気がする。しかもかなりの人数です。あの人たち、忍び？殺気を持って向かってくるなら迎え撃つしかないな。うん、そうだね、やるしかないね。よし、みんな、行くよ。
難しいと思って来てみたら、これはますますきな臭くなってきたな。ユミちゃん、それにミヤビちゃんも。もしやアスカさんたちも謎の光に吸い込まれてしまったのですか。うん、いきなりで抵抗する間もなかったよ。ミヤビさんたちとは先ほど合流したのですが、ここに来た状況は全く同じです。何が起こっているのでしょうか。わからないけど、でも誰かが私たちをここに集めたのかな。ああ、そう考えるのが妥当だろうな。あっちから匂いがします。これは
リョウビさんとリョウナさんの匂いです。え、リョウビちゃんとリョウナちゃんは一緒じゃなかったの？ちょっと事情があってな。二人もここに来ていたのなら話は早い。早速合流するとしよう。つくからって言ってたな。臨時収納のおかげでこんなに肉を買うことができたぞ。腹が破けるまで食べてやる。なんか楽しそうな夢を見てるみたいね。無理に起こしたらかわいそうですわ。ほら、もう、もしゃもしゃ、寝かせておいてあげましょう。もしゃもしゃ。ヨミお姉ちゃん、その無心に食べ続けてる草、おいしい？おいしいかおいしくないかは問題ではありません。お腹にたまるかたまらないかが重要なのです。はあ、アルバイトのお給料日もまだ先なのに。わし感情ないけど食欲はあるんや。このままやと空腹で倒れてしまうで。おや？あれは何でしょうか？何か不思議な光が。お姉ちゃん、その野草を食べるのはやめなさい。幻覚を見ちゃってるじゃない。 いえ、これは幻覚なんかじゃ。あれ、私にも見えちゃってるんだけど、何なのこの光。肉、マンモス肉。なんだここは。どうして夏で砂浜なんだ。誰か私に説明しろ。ホムラが寝てる間に不思議な光が現れて、その光に吸い込まれたらこんなことになっちゃったの。バカな、そんな不思議なことがあってたまるか。未来、夢でも見てたんじゃないか。いや、それホムラでしょ。というか、これは夢か。もしかして私が夢を見ているのか。ならば肉よ、いでよ、たくさんの肉よ、出ておいで。山盛りのお肉たちよ、お願いだから出ておいで。ホムラちゃん、残念ながらこれは現実よ。なんだと。皆さん、誰か来ます。えらい殺気やな。わしらとやり合おう言うんか。どうすんのホムラ。無論やるに決まっている。殺気に対しては殺気で答える。それが
ホムラ愚連隊だからな。なんだなんだ、これっぽっちで終わりなのか。
私たちはまだまだ暴れ足りないぞ。ホムラちゃん、アスカ、それにユミに、ミヤビも。ホムラさん、相変わらずお元気そうですね。これではっきりしたな。私たちは誰かの意図でここに集められたんだ。そいつは今から私が説明してやるよ。誰だ？この声はまさか。ちゃんと揃ったようだね。若き忍び学生の面々が。ばっちゃん。ばっちゃん、あの方はアスカさんのおばあ様なのですか？ばっちゃん、心配してたんだよ。こんなところで何やってるの？どうして家を出て行ったの？その辺のことはおいおい話すよ。お前たちをここに集めた理由にも絡んでくるからね。どうした、ミヤビ？バカな、ありえない。どうしてお前がここにいる？私の目の前で死んだはずなのに。リョウキ、ただいま、みやびちゃん。みんな、りょうきお姉ちゃんが帰ってきました。絶対仲良くしてね。舞台に役者が揃ったようじゃの。さあ、これより祭りの始まりじゃ。上場かな。また一歩近づけたか。神楽千年祭にようこそ、若き忍びたちよ。神楽千年祭。神楽千年祭とは、無念のうちに死んだ忍びたちの魂を安らかに成仏させるための祭りじゃ。だからこの世界では死んだ忍びも生き返っておる。死んだ忍びが生き返ってる？そう、さっきお前たちが戦った忍びたちもそうじゃよ。まあ、お主らの先輩ってわけじゃな。それって幽霊ってこと？なんだアスカ、幽霊が怖いのか？情けないやつだな。私は幽霊なんか怖くないもん。幽霊が怖いのはホムラちゃんの方でしょ。私だって怖くないさ。幽霊などちょっと体が透けているだけのただの人だからな。死んだ忍びか。なるほど、だから猟奇が。それならもしやおじい様も。だけどどうしてばっちゃんは神楽千年祭に私たちを呼び寄せたの？
か。なぜかの。自分のしたことを忘れてしまったのか。アスカ、お前のばあさん、もしかして。それなら優しく接してあげないとな。年寄りに優しくしようとするのは感心だが、私はまだボケちゃいないよ。今後私を年寄り扱いしたらぶっ飛ばすからね。ぶっ飛ばす？私を？オムラちゃん、気をつけた方がいいよ。ばっちゃんはじっちゃんよりも強かったらしいから。何？あの半蔵より強いって嘘だろ？こう言ってもわしは元カグラじゃからな。元カグラだと？元カグラだろうがなんだろうが、老人の戯れに付き合う暇はない。用がないならさっさと帰らせてもらうぞ。残念だがそれは無理じゃの。千年祭が終わるまではこの世界から誰一人として出ることはできん。この世界？ずっと疑問だったんだけど、ここはどこなの？どこじゃろうね。でも悪くない島じゃろ。生活に必要なものなんかもみんな揃えておいた。何も心配せず千年祭に没頭してもらいたい。ちょっと待て、勝手に話を進めるな。千年祭ってのはいつ終わるんだ？さあね。さあねじゃない。無断欠勤したらバイトをクビになってしまうだろう。バイトをクビになる？それが何だってんだ。忍びのくせにバイトのことを気にするなんて情けないったらありゃしない。猛烈に本当っす。うるさいうるさい。忍びもバイトも関係ない。私はいつだって目の前の任務に全力でぶつかっていくだけだ。っていうか誰だお前たちは。この子たちは三神楽三姉妹さん。神楽千年祭の執行部として協力してもらってるんじゃ。三神楽、さまざまな世界と交信する力を持った巫女の一族と聞いたことがあります。ホムラ、バイトのことなら心配はいらん。ここにいる間元の世界の時間は停止しとるんじゃ。だからバイトをクビになったりはせんわい。時間を停止させてるって、アスカさんのおばあさま並大抵の力の持ち主ではありませんね。さゆり様は伊達に長生きしてないっす。さゆり様が持ってる知識や力はおばあちゃんの知恵袋なんてレベルを猛烈に超えてるっすよ。花火、私を年寄り扱いするとあんたでもぶっ飛ばすからね。すいませんでした。申し訳ないっす。私たちが置かれた状況は分かりました。ですが私たちをここに呼び寄せ閉じ込めた理由は分かりません。もしかしてばっちゃんは私たちに夏休みをくれたの？普段厳しい修行をしている私たちにご褒美みたいな感じで。なるほど、それなら納得だ。外の時間が止まっているなら思いっきり夏を満喫できるからな。
忍びに夏休みなどありゃせんわ。お前たちを呼んだ理由、それは忍びの盆踊りをやってもらうためじゃ。忍びの盆踊り。月仙、半蔵、蛇女、穂村グレン隊、そして私たち神楽千年祭執行部の5つのグループでド派手に勝負するのさ。ルールは簡単よ。それぞれ81個の櫓を持ってお互いにぶっ壊し合うってわけ。あんたたちみたいなバカでもわかるでしょ。夏だ、祭りだ、喧嘩ってわけだ。血が騒ぐ。もう体が熱くなってきた。とりあえず脱ぐか。どうして脱ぐの。ちょっと待ってください。まだ私たちは忍びの盆踊りをやるとは言っていませんが。いや、お前たちはやらないわけにはいかないね。なんせ櫓を一番多く壊したチームには、神楽への道が開かれるからね。神楽だと。ほう、神楽、忍びの最高称号か。神楽への道とはどういうことですか。それもいずれわかるさ。そうそう、戦いの場所は私が忍び結界で様々な場所に変化させてあげるよ。いつもこの島だけだと気分も盛り上がらないだろうからね。とにかくお前たち、櫓が最後の一個になるまで戦うがいい。まだまだわからないことだらけですが、やるしかないようですね。じゃあ手始めに一丁、私たちが遊んでやるぜ。祭りだ祭りだ、ド派手に暴れてやろうじゃないか。打たせていただきます。しっかりしてんだよ。
手を抜いてたんじゃねえのか。手を抜いていたわけではありません。戦いに集中できなかったのです。言い訳は見苦しいんだけど、集中できないのも実力のうち入るんぱ。っていうかさ、やっぱりユミちゃんも感じてたんだ。 この気配って懐かしくて温かくて、わしたちがよく知っている気配。まさか本当にそうなのか。絶対にそうだよ。身のりたちが間違えるはずないもん。黒影おじいさま、死んだ忍びが生き返る世界ならば、 おじいさまもここにいるはずです。ふう、つまんねえな。せっかくの喧嘩が台無しだぜ。まあ、気持ちは分からなくもないけどよ。 忍びの棒取りが終わるまではこの世界から出ることはできん。しばらくはお前たちの戦いを見せてもらうわい。三神楽三姉妹、行くよ。はーい。うっす。次に会った時は本気で来いよ。気の抜けた喧嘩なんか私はごめんだぜ。
くり選んでくださいまし。これにいたしましょう。今日は何にしますか？あやめのおすすめは、選んでいただけませんか？
行ってらっしゃい。相変わらず甘えん坊ね。だってだって久しぶり。リョウビちゃん大人っぽくなったわね。大人っぽくなったわ。わーい。病気お姉ちゃんは全然変わってないね。あれ？これ何？なんか天使の輪みたいだけど。うんどれ、触るな、ぶっ殺すぞ。それにだけは触っちゃならんのじゃ。なんか知らんが、触られるとめちゃくちゃ腹立つんじゃ。二度と触るなって、このクソボケ。何がハウンだ、このあの、あめ。姉さん、どうした、リョウビ。どうしたのって、何よ今の喋り方は。まさか生き返ったら性格が変わっちゃったとか。え、病気お姉ちゃんは前から怒るとこんな感じだったよ。いつぞやの戦い以来だな。あの時はごめんなさいね、先にやられちゃったりして。いや、謝るなら私もだ。私がもっと強ければ誰も死なずに済んだんだからな。
本当にごめんなさいね。妹たちが誤解して迷惑をかけてしまったみたいで。何が迷惑なものか。今や二人とも頼もしい仲間だ。それならよかったわ。あの世からハラハラしながら見ていたのよ。私は何をやっても姉さんにかなわないんだ。私みたいにできるかしら。病気お姉ちゃんが死んじゃった後は涼美ちゃんに遊んでもらってばっかだったから、久しぶりに病気お姉ちゃんに遊んでもらいたいの。何よ、涼美相手じゃ不満だったって言うわけ。バカ犬のあんたが偉そうに。バカ犬のお願いを聞いてあげなくちゃいけないのよ。バカ犬はバカ犬らしくそこでチンチンでもしてなさい。チン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 相変わらず仲良し姉妹みたいね。お姉ちゃん安心したわ。仲良し姉妹なんかじゃないわよ。涼美はただバカ姉のリョーナをしつけてるだけよ。長女の誰。ごめんね、お姉ちゃんが死んじゃったからいけないのね。
別に謝らなくてもいいわよ。良きお姉ちゃんはこうして生き返ったんだもん。過去のことなんて絶対どうでもいいよ。だからね、良きお姉ちゃん、リョーナちゃんといっぱい遊んでほしいの。わかったわ、良きお姉ちゃんいっぱい頑張る。you
からお仕置きしてくれる？もっともっといじめて！リョーナ、悪の誇りを待つ。各種音量や操作方法を変更できます。やむを得ません。一度引きます。おかえり。これにいたしましょう。皆の物語でございます。絶対激しくするよ。いってらっしゃい。飛ばさせていただきます。飛ばさせていただきます。リョーマ、悪の誇りを舞い立てちゃう。任務開始。成長も感じることができたし、お姉ちゃん本当に嬉しいわ。本当？絶対に本当？リョーナちゃん成長したかな？ええ、立派な忍びへの道を歩いてるって分かったわ。きっとお姉ちゃんがいなくなった後もいっぱいいっぱい頑張ったのね。偉いわよ、リョーナちゃん。
とっても激しい攻撃ができるようになったし、お姉ちゃん思わず昇天しちゃうところだったわ。せっかく生き返ったって言うのに、こんなくだらないことで昇天しないでよ。それもそうね。お姉ちゃん昇天しないように気をつけるわ。ねえねえ、リョウビちゃんも遊んでもらいなよ。絶対楽しいと思うよ。遠慮するわ。どうして？昔はリョウビちゃんも病気お姉ちゃんと一緒によく遊んだでしょ。今はそういう気分じゃないの。リョウビちゃん、遊ぶなら二人で遊んで、リョウビはちょっと一人になりたいから。せっかくまた三人で遊べると思ったのに。ごめんねリョウマ、でもリョウビはまだ。調子よ、ヨミちゃん、ガンガン釣りまくっちゃいなさい。昆布やワカメも取り放題やで、これは助かるな。干物とかにすれば元の世界にも持ち帰れるかもね。いっぱい食料を確保しとかなきゃ。おいお前たち、ちょっと気を抜きすぎじゃないか。いつ敵が襲ってくるかわからんのだぞ。大丈夫よ、ホムラちゃん。少なくとも半蔵や月仙、蛇女の子たちは私たちを襲ってきたりしないわ。どうしてだ。忍びの盆踊りで櫓を一番多く壊した者に神楽への道が開けるんだぞ。みんなこぞって私たちの櫓を壊しに来るに違いない。ホムラちゃんみたいに単純だったらそうなるのかもしれないけど、みんなはもう少し慎重よ。せやな、勝手にこんなとこに連れてこられて、いきなり忍びの盆踊りせえって言われてもな。そうそう、まだわからない点が多すぎるのよ。だから他のみんなも今頃は夏を満喫してると思うわ。ぐぬぬ、確かにそう言われると返す言葉もない。と一緒にタコ踊りしとるで、楽しそうやな。この島は食材の宝庫ですわ。ここでならずっとひまじい思いをしなくて済みます。私一生暮らしてもいいかもしれません。さすがに一生は嫌よ。でも今はヨミちゃんみたいに楽しむのが正解だと思うわ。そうかもしれないな。うわあ、あっちの方に敵っぽい忍びを発見。何ですと？この両場は私たちのテリトリーです。
絶対に渡しません。これで食料問題はしばらく安泰ですわ。もうお腹ペコペコよ。早く食べようよ。わしもや、久しぶりに思い切り食べまくるで。さっきの奴ら、私たちの櫓が目的だったようだが。さゆり様はどうしても私たちに忍びの盆踊りをやってほしいみたいね。どうする？あっちのペースに無理に合わせても仕方ないわ。私たちは私たちで夏を満喫しましょう。ちょっとしたバカンスだと思ってね。そうだよ、ホムラ。現実の世界に帰ったらまたアルバイト地獄で待ってるんだよ。こんなに素敵な時間を過ごせることはそうそうありませんし。
楽しめるときに楽しむのが一番だと思いますわ。わかった。ここはみんなの意見を尊重して夏を満喫するとしよう。ということで、楽しむと決めたら全力で食べて全力で遊ぶぞ。やれやれ、少しつついたら乗ってくるかとも期待したが、抜け人のホムラグ連隊までもが平和ボケしとるとはの。これはもう少し強い刺激を与えてやる必要があるみたいじゃな。日焼け止めオイルを塗ってやるよ。全身くまなく丁寧にな。自分で塗るから大丈夫だよ。カツ姉に頼むとなんか変な触り方するんだもん。皆さん、少しはしゃぎすぎではないでしょうか。今は忍びの盆踊りの真っ最中なのですよ。けどさ、誰も襲ってくる気配なんてないだろう。どうせ他の連中も楽しくやってるに決まってるさ。ひばりもそう思う。だってこんなに素敵なビーチにいるんだもん。戦いたいなんて誰も思わないよ。しかし皆さんも聞いたはず、忍びの盆踊りの勝者には神楽への道が開けると。それも本当かね。だって神楽といえば忍びの最高称号だろ。それがなんで矢倉の壊し合いで道が開けるんだ。まさか神楽と矢倉をかけているのか。野球ちゃん鋭い。きっとそうだよ。そうに決まってるよ。みんなごめんね。ばっちゃんがわけのわからないことを言って。俺は気にしていないぞ。ひばりとの楽しい思い出作りもできるしな。確かに忍びの盆踊りにはわからないことがたくさんあります。ですがだからといって遊んでばかりというのは。相変わらずイカルガは硬いな。そんなんじゃこの夏を楽しめないぜ。やめてください。そんなところを揉まないでください。硬いお前を揉みほぐしてやるのさ。凝ってる。これは凝ってるわ。もみもみ。ひばりも一緒に揉みほぐす。ほらイカルガさん、もみもみ。では俺はひばりを揉みほぐす。皆さんいい加減にしてください。やっぱりこんなのおかしいですわ。
もっと真剣に考えるべきです。今の私たちの状況や忍びの盆踊りについて。そんなこと言われてもな、夏があたいを狂わせるしな。わかりました。では私が正気に戻してあげましょう。少し手荒くなりますよ。燃え尽くせ！
として当たり前ですわ。ごめんなさい。もう大丈夫です。これからはもう少し真剣になります。ひばりも舞い上がっちゃってたよ。ごめんね、イカルガさん。俺たちは忍びだというのに反省した。すまなかった、イカルガ。分かっていただければいいんです。でさ、落ち着いて考えてみたんだけど、あたいたちはどうするべきなんだ。やっぱ忍びの盆踊りをやった方がいいのかな。でもどうしてさゆり様はひばりたちに忍びの盆踊りをさせようとしているの。それがわからないとちょっと。確かにそうですね。神楽への道が開かれるという理由だけでは戦いへの気持ちが乗り切らない面もあります。ばっちゃんには何か考えがあるんだと思う。今までずっと家を空けてたぐらいだし。こんな状況だ、俺たちから無理に動く必要もあるまい。少し様子見をするのがいいと思う。そうですね、闇雲に動いてもいいことはありませんからね。ばっちゃん、一体何が目的なの。何かが足りない。やっぱどこにもいないね。ですが、確かにおじい様の気配を感じました。うん、絶対にあれは黒影おじいちゃんの気配だったよ。だが、これだけ探してもいないのだ。やはり気のせいだったのかもしれぬな。そうですね、一旦おじい様のことは置いておきましょう。今は忍びの盆踊りをどうするか考えなくては。っていうかさ、みんなはどうなの。やっぱ忍びの盆踊っちゃう感じ。神楽への道が開かれるそうですからね。それが本当なら他校の櫓に攻め込むのが正しいと思います。アスカさんたちはどう思っているのでしょうか。気になりますね。わしたちにその気はなくとも、向こうがその気ならば戦いは避けられませんから。じゃあ私がちょっちょ偵察に行ってくるよ。蛇女の子たちの様子でも見てこようかな。シキ、一人で大丈夫ですか。余裕っしょ、私に任せといて。忍びの盆踊りか。神楽のことの真偽はともかく、こんな空間にいつまでも囚われていては時間の無駄だな。せっかくの真夏のビーチなんだしさ、少しくらい遊んでからでも遅くないと思うんだよね。というわけで、みやび、水着になろう。
いや、ならん。どうして？どうしてもこうしてもあるか。さっさと勝ち抜ければこの世界から出られるかもしれない。ならば速やかに他校の櫓を壊すのみ。みやびちゃん、でもでも。なんだ？でいられるのもここだけのことだから。そうなのか。りょうびちゃんだってそうでしょ。りょうきお姉ちゃんともっと一緒にいたいでしょ。りょうびはまだよくわからないの。時間が欲しい。どうしたものか。リーダーって大変だね。私にはマジ無理。一人で櫓を壊しに来るとはな。その度胸だけは認めてやろう。何それ。別にそうじゃないんだけど。だが私たちを甘く見すぎだ。私は様子を見に来ただけなんだけど。行くぞ、シキ。てかこれマジでヤバくない？エリカにメールしたらかなり興奮しちゃうよ、きっと。でもまあこうなったらやるっきゃないよね。Stop!
私だけでなんとかなっちゃったよ。ヘビじゃも大したことないんだね。って言いたいところだけど、みんな心ここにあらずって感じだったね。まあなんか事情があるみたいだし、私でよければ話聞こっか。相談乗るよ。いい、ヤンキーは怖い、嫌い。私のどこがヤンキーなのよ。せめてギャルって言ってよ。金髪はヤンキと行け。どうしたんだミヤビ、らしくないよ、ぼーっとして。懐かしいこの感じ。私が子供の頃、妖魔に殺された。あら、だったら神楽千年祭で生き返っているかも。探しに行ってみたら。母さんが生き返っている。ミヤビ、この世界にいる理由ができたね。探しに行ってみようよ、お母さんを。関係ないな。え、いや、まあそうだけど。それに母さんを探す前にやることがある。やること？追いかけるぞシキヨ。私はやられた借りはすぐに返す女なんだ。
さすがじゃない？妹たちの世話が忙しくてなかなか遊べなかったって言ってたからな。タガが外れてしまったのだろう。気持ちはわかりますが、普段とのギャップが大きくて少し戸惑ってしまいますね。ユミ、ミノリ、ブラクモン、突っ立ってないで一緒に遊びましょう。ほら、早く早く来る。わかりました。今そっちに行きますね。ユミ、いいのか？忍びの盆踊りの真っ最中なのだぞ。それに黒影様のことだって。今はひとまず置いておきましょう。あんなに楽しそうな夜桜さんはなかなか見れませんし。確かに。では一緒に遊ぶとするか。みんなで浜辺をかけっこしましょう。わしが一番早いですよ。ミリッケツには罰ゲームが待ってますからね。待って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 、じゃないってば。シキ、みんなひどくない？なんで私抜きで楽しそうにしてんのさ。てかてか、私のこと完全に忘れてたでしょ。忘れてた。あたし偵察に行ってきたんだよ。みんなのためになるかと思ってさ。私としたことがごめんなさい。いや、わしが一番悪いんじゃ。夏の日差しが眩しすぎてつい浮かれてしまいました。もういっか、許してあげる。夜桜ちゃんがレジャーに飢えてるのは知ってるし。それでヘビジョのみんなの様子はどうだったの？なんかよくわからなかった。みやびちんはなんか考え事してるみたいだし。言ってくれるじゃないか。だったら今度はヘビジョの本気を見せてやろう。みやびちん、もしかして私つけられちった？ヘビジョの本気という割にはリョウビさんとリョウナさんの姿が見えませんが、あの二人は病気と一緒にいたいんだってさ。まっ、お前たちなら僕たち三人だけでも十分だしね。随分と見くびられたものです。ならばこちらはわし一人が相手になりましょう。夜桜さん、一人で戦うなんて無茶です。ユミ、ここはわしにやらせてください。海ではしゃぎすぎてしまったけじめをつけたいのです。わかりました。でもピンチになったら助太刀します。ありがとうユミ、
感謝します。なめられたもんだな、僕たちも。まさか、あなたたちをなめるわけありません。だからこそ、初めから全力で行かせてもらいます。この一撃でしまうぞ。これに
きましたね。よし、わしの勝ちです。バカな、この私が二度も負けるなんて。そんなどうしたんだよ、みやび。みやびさんらしくない。引くぞ。夜桜ちん、すっごい、一人で三人やっつけるなんてマジリスペクトだよ。これはきっと青い海が、白い砂浜がわしに力を与えてくれたのです。ん？さあ皆さん、わしたちを邪魔する者はもう誰もおらん。力の限り遊びまくるんじゃ。ありゃ、またお金出しちゃった。みのり、砂のお菓子作りたい。我は砂でトレース台を作りたい。おじい様の気配が。やっぱりどこかにいらっしゃるのですね。でもだとしたら、どうして涼希さんのように姿を現してくださらないのですか。おじい様、コインをいくら入れますか？
と新しい下着が当たりますよ。また来てくださいね。どれにいたしましょう。これにいたしましょう。各種資料の確認も可能です。どれにいたしましょう。みんな綺麗に映っていますね。わからない言葉を確認いたし、音楽は心が落ち着きますね。まだまだ鍛錬が必要ですね。私たちの戦いの記録になります。正義の道はまだ遠いです。ゆっくり選んでくださいまし。